はい、今日はですね、とても素敵なオフィスにお邪魔しております。どこかというと南青山にある素敵なオフィスなんですけれども、実はですね、昨年2回ご登場いただいた、私にとってとってももう素敵なお話を伺えた大好きな男性がいらっしゃるんですけども、その方にもっともっといろんな話を伺いたいなと思っていたら、なんと夢が叶ってしまったんです。でこれからですね、数ヶ月にわたって月に1回ペースで今日収録する内容を皆様にお伝えしていきたいなって思っております。早速ご紹介したいと思います。縄文エネルギー研究所の中山さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、すっごく目にかかりたかったんですよ。いや、こちらとしても去年ご縁をいただいて、はい、朝の話から縄文の話からさせていただいて、はい、いい機会をねもらいましてね、大変感謝しております。とんでもないです。うちの番組的にもですね、非常に再生回数が多くてですね、そうですか、反響をいただいてるんですよ。はい、昔であれば、仮に5年前であれば、こんなにも反響なかったかもしれないんですけども、はい、今の世の中がやはり中山さんのようなお考え、はい、こう反応してこういう生活いいなとか、こういう考え方いいなって思われてる方がすごく増えてるんだなっていうのを肌で感じています。なるほど、ありがたい限りですね。そうですよね、まさに朝が来た、夜明けの朝の ね時代を迎えてるんではないかなと思います。はい、私もそう思います。はい、そして今日はですね、はい、なんとそのシリーズの第1回目ということで、はい、素敵なお仲間、お友達をお連れいただいてるっていうか、まさにこの事務所のオーナーさんなんですよね。そうですね、はい、はい、5月に素敵なイベントを主催されるということなので、はい、まず中山さんからご紹介いただけますか。わかりました。今日ね、会場でこちらに来ていますけども、はい、そこのオーナーの、はい、オーナーであり、僕の友人であるね、ケンプジェームスさんと、はい、ケンプモモコさんをね、お呼びしておりますが、はい、実はこの南青山の方にオフィスというか、ちょっとしたスペースを持ってられるんですが、はい、この2人は伊豆の、うん、河津の方で在住しておりまして、河津桜で有名なところですね。そうです。そしてこの河津にですね、素敵なゲストハウスがありまして、はい、で内装にですね、麻の茎のチップだとか麻の炭だとかをふんだんに使って、まさに素晴らしい空間を作ってられるんですね。ちなみにケンプさんですよね。ケンプさんなんですよ。ヘンプさんじゃないですよね。そう、もうヘンプさんなんだけどもヘンプのことやられてるので、なんか間違っちゃいそうですね。そう、僕はついついヘンプさんって呼んでしまうんですよ。はい、ね、あの放送を聞きの方、わからない方もいらっしゃるんですけど、はい、朝のことを英語でヘンプって言われるんですよね。そうですね、でそれでお二方のご名字がケンプさんなわけですね。ケンプさんなんです。はい、なんかでもご縁を感じますよね。そうですね。でケンプジェームスさんは実はオーストラリアに生まれた方なんですね。はい、あ、そして今は日本にいまして、奥さんのケンプモモコさんとご結婚されて、はい、で日本で活動されてるんですが、はい、もう日本人以上に和のテイストとかですね、本当にいろんな伝統に対しても非常に明るい方でね、本当に逆にジェームスさんから日本の良さを逆輸入のように学んでいるという、そういうまあエピソードもありまして、はい、やっぱり海外にいらした方が日本に来て、日本人以上に日本のことを研究されたりとか肌で感じて大切にしてくださる方、今増えてるじゃないですか。そうなんですね。その素敵なお一人だってことですね。そういうことです。だから僕も本当に朝だけではなくて、はい、この日本の和という部分にね、共鳴してくれるジェームスさんと本当にリスペクトしてまして、はい、なるほど。で奥様の桃子さんはまたモデルさんのように綺麗でですよね。はい、でこうやっぱり日本の女性の良き和のエッセンスも持っていましてね、素敵なお二人なんですよ。はい、なるほど。でこの2人も素敵なんだけど、本当に何度も言うように僕も泊めさせていただいたゲストハウスが、はい、あまりにもヒーリング効果が高いというか、はい、気持ちいいというか、癒されてしまう。そうなんです、うん、もう本当にそこの空間に入ったという瞬間に瞑想状態になってしまうような素晴らしい空間をクリエイトしてますので、今日はね、そんな素敵なお二人をお呼びしております。ありがとうございます。はい、ジェームスさんとモモコさんですよね。はい、今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、もう本当にお似合いで素敵なお二人なんですけれども、はい、このオフィスもお貸しいただきまして本当にありがとうございます。ね、はい、でもなんと5月の9日ですか？8日9日？9日です。9日、はい、はい、伊豆の方でその河津のゲストハウスのところで
イベント行われるんですか？ゲストハウスハウスとはまた別の場所で、はい、天城ロブスタジオというところで、はい、あのカーズの駅から歩いてすぐのところに素敵なあのスペースがありまして、そこをお借りしまして、はい、あの中山さんの講演会を開催させていただくことになりました。 そ、ね、はい、それはヘンプ尽くしなわけですね。そうですね、はい、これは実はただの講演会ではなくて、はい、講演会のような内容として僕もお話しさせていただくんですが、その伊豆にご縁のある、そして朝をね生活に落とし込んで暮らしの中に入れていきたいと、で朝を産業にしていきたいと、または伝統を復活させていきたいっていう人たちが集まった、まあプチサミットのようなね、そういう会なんですよ。なるほど。で実は伊豆っていうのは伊豆半島周り海で囲まれていて、まあ日本列島が全部そうなんですが、実はこの伊豆半島でもですね、昔漁網、お魚を取る時のこの漁網が浅瀬なんですよ、はいはい、で今はナイロンになってしまっている、でこのナイロンになってしまっているとですね、もし切れて海に残った場合は完全に海洋汚染になってしまったり、はい、または海の中のお魚さんとか動物さんに被害を与えてしまうということで、やっぱ人類としても心痛い一面だと思うんですよ。でそこの世界を調べていくと、当然昔はナイロンとか化学繊維ありませんから、どんな素材を使っていたのかなって見ていくと、やっぱり麻なんですね、はい、いつぐらいまで麻を使われていたか、実は現在使っているところが一部残っていまして、九州の五島列島、はい、五島列島の方では今でも昔から使われている麻の素材の漁網を使ってるんですね、使用してるんです。ただほとんどなくなってしまっていて、まあ、見ることのできるのは博物館に行くとちょっと見れたり、はい、または各地の郷土資料館にあるところもあったり、はい、記述が残っていたりという、うん、例えば愛知県の西尾の先の海岸の方にもですね、はい、漁網を使っていたという記録が残っていて、はい、現物も少し残っているんですよ。で新潟県の方の朝屋高野商店という創業明治32年の朝丼屋さん、はい、ここには昔使われていた漁網がちゃんと展示されていまして、はい、でそれの漁網を実際に僕は見に行ったことがありましてね、活用はしてないんだけど昔使ってたということで展示されてるんですよ。で非常に僕自身が感銘感動したのは、パッと見た時に、はい、この漁網の網の一つの糸ですね、この糸があまりにも細かったんですよ。幼児より細いぐらいの、まあ、糸なんですね。なのに強い、でこれではちょっとお魚さんが食いちぎって逃げてしまうんじゃないかなと思って、はい、ここのプチ博物館は触ることもできるので、はい、この漁網を実際に触らせてもらってこう引っ張ってたんですよね、そうしたらそこのオーナーが飛んできまして、はい、中山さんやめてください、指が切れるからって言われたんですよ。それだけ強いんだ、漁網が切れるんじゃなくて指が切れるからだから本当に幼児より細い糸なんだけども、強度があって、丈夫で、さらに最後は柿渋で染めて仕上げるそうなんですね、そうすると漁網自体が適度な重さになって海に溶けるように入っていって、お魚さんから目立たないので、かなりたくさんのお魚さんを取ることができたという、優れものなんですよ。なるほど。でこういう漁網をやっぱり復活させていきたいなと思ってたら、はい、なんと伊豆の下田の漁師さんで、若い漁師さんで、はい、その方がその新潟県の博物館まで行って漁網を見て、そうしたらなんとたまたま取材が来ていて、取材の中にも入ってしまって、新聞にも載ってしまってローカル新聞なんだけど、ということでこの漁網の一部を伊豆に持ち帰ったことから、その方漁師なんだけども非常に心が、ある方で、だからぜひこの漁業の中でも、この漁網を復活させていきたいということで、去年ケンプさんの主催の朝の講演会に来ていただいてご縁いただいたんですよ。なるほど、はい、今回の5月の9日の時にもその方はお越しになられるんですでしょうかね。はい、もちろんね、素敵素敵、はいはい、じゃあそういう本当に現場、今まさに使われているものの朝の使い道みたいなものもお話が聞けますし、そして
今お話しいただいたように中山さんのいろんな幅広い朝の知識とか、はい、素敵なお話も伺える、はい、そんなイベントなんでしょうかね。そうですね。でそれを含めて地元の人の声をちゃんと聞いてですね、でいろんなやっぱり業種に携わっている方がいるので、この朝の産業って誰か一つが一人がそして大きな会社がやるということよりも、分業でみんなで一つのものを作り上げていくっていうそういう循環型社会のモデルになると思うので、だからいろんな業種の方たちが来られると思うし、で実際に伊豆で朝を栽培していって、産業化していきたいっていうそういう思いのスタートになると思いますので、なるほど、素晴らしいですね、はい、ちなみにジェームスさんは主催者のお一人としてどんな風に思われていらっしゃいますか。まあね、せっかくその朝使う歴史があったので、まあ、いつの間にそれが消えてしまったので、まあ、それを絶対取り戻したいなと思っています。そうなんですね。でも日本にいらっしゃる前から朝のことは詳しくていらしたんですか。あ、詳しくなかったんですけど、まあ、存在は知ってたんですけど、まあ、本当にこの 1,2 年でその深い歴史をまあ学んで、はい、なるほど。やっぱり桃子さんとの出会いとか中山さんとの出会い、そして今伊豆にいらっしゃることっていうのがどん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 ジェームスさんの中でこう膨らんできた感じでしょうかね。そういう、そんな感じです。あ、素晴らしいなと思います、はい、そうですね。でお二人はヘンプだけではなくて、いろんな環境的な取り組みや、ある意味での事業をしているので、わかりました、はい、じゃあそのあたりはですねシリーズ第2回目に伺いたいと思うので、このまま引き続きいろんなお話を伺っていきたいと思います、今回はありがとうございました、ありがとうございました。